会社が出てしまって、それがなんと塾長で、いいからお前診断検査をやらせろ、やらせろ、やらせろ、やらせろ。渡辺広志、警官の調査妨害の罪で逮捕だ。やめろ、やめろ。僕は名探偵リアン。いいな。渡辺さんいないときに渡辺さんのカバンちょっと調べてみたんだけど、なんだそれ。このマジなんか大丈夫だろうか。このプッシュアップバーしか入ってないんだよ。おいおいおい、まだこのまま生きてんだぞ。あとね、あの渡辺さんの財布の中も見たんだよ。買ってんじゃん。買ってんじゃないか。2000円しか入ってなかったんだよ。